早い、引き続き能登鉄道の能登鹿島駅に来ています、さあこちらのですね、あの気になる桜の開花状況なんですけども、まあ、場所によって差はあるんですけども、この駅舎前の桜を見ますと、だいたい5分から6分咲き、まあこの後週末にはね満開になりそうな感じです。それではね、あのホームの方にちょっと行ってみましょうかね、いやホームの壁もね桜と同じこうピンク色をしてまして、こちらにはねあの地元の方が手作りしたてるてる坊主も並んでます。かわいいですね。さあこの能登鉄道、先週の土曜日に全線で運行が再開されたんですけども、この能登鹿島駅でも地震の影響でホームの地盤が下がってこうひびが入ってたんですけども、皆さんの努力のおかげでこちらご覧ください、綺麗に補修されています。さあそしてご覧ください、ホームにも綺麗に桜が咲いています。あの先ほどのところは五分咲きぐらいだったんですけども、あの線路奥の方を見ますと、もうほぼ満開と言ってはいいんじゃないでしょうかね。綺麗に咲き誇っていますね。さあ、今日ね、てるてる坊主のおかげか天気も良くてね、お昼過ぎに来たんですけども、電車がホームに入ってきてたくさんのお客さんが乗り降りする姿見られました、そこでですね、先ほどはね、電車ちょうど来たんですけども、その時に撮った僕の写真ちょっと見てください、こちらどうでしょう、見えますか。上り線とね下り線がこの能登鹿島駅にちょうど同時に入ってきまして、こうまるでこう2両ねこう並んでね一緒にこうお花見してるかのようなね、ほのぼのとした写真が撮られました。これいいな。このね能登鉄道の再開とともに、もう地元の方々が待ち望んでいた桜の開花、もう毎年春になると駅全体が桜色に包まれます。こちら植えられているのはソメイヨシノおよそ100本、1932年の旧国鉄七尾線の開通時に植えられたものだそうです、ホームの両脇からですね桜が線路上に桜のトンネルを作ります。能登の桜の名所として多くの花見客が訪れるんですね。見事ですね、これはね。さあそしてね、この毎年毎年こうやってね綺麗な桜が咲くのはですね、この地元の方たちにね守られているからなんですね。ではそのあたりちょっとお話をお伺いしましょう、能登鹿島駅の桜保存会の、会長堂前雄次郎さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや堂前さん、この全線開通をね祝うかのように、今年も綺麗に桜が咲きましたね。今年はですね、やはり能登半島が元気になるように頑張って咲きました、いつもはだいたい3月ぐらいに最初咲くんですよね、開花ですね、はい、今年は4月の6日ちょうどこの全線開通と同じ日に開花があったということでね、いやもう本当にねもう皆さんも嬉しい気持ちでいっぱいだったんですけども、桜には地震の影響っていうのはなかったんですかね。やはり最初の17年前は17年前の能登半島地震の時、あの時は2週間の満開、2週間の回しかなかったんですけども、3月25日から2週間後に、その時はどうやったんですか。二分咲きですね。ほとんどじゃあ咲かなかったんですね。ほとんど咲かなかったですね、今年はどうですか。今年は1月1日ということで、今日は4月10日約100日の期間がありますから、期間が長いということで桜も、頑張って、頑張れのとじゃないですけども、頑張って咲きました。100日間で頑張って頑張って咲いてくれたんですね、でこの桜を植えたのが1932年ということで、樹齢がおよそ100年に近いんですよ ね。こちら見てください、もうこの木なんて本当に見るからにもう樹齢が長くて、もうしっかりとした太いねこの幹で、表面なんかもね本当にこれ老木ってわかるんですけども、なんか聞いたところによるとね、桜ソメイヨシノの寿命がだいたい60年70年ということで、こうやってね立派に花咲かせてるのは珍しいことなんですね。そうなんや。で堂前さん、下の方を見ますとね、なんか若いこう枝が出てきてるんですよ、あれは何ですか。あれは子供孫に当たります、この桜の。この桜の子供孫になるんですか。
子供孫になりますから、大切に育てます。はい、いやもうこれね、いやこれ保存会の皆さんがもう33年ほど活動されてるそうなんですけども、もう毎年ねもう草刈りを皆さんで3回年3回やったりとか、あの樹木のねお医者さんにあのちゃんと見てもらって栄養もしっかりあげてこうやって桜を咲かしてるわけなんですよね。はい、でさらにこの上見てください、ぼんぼりがねこうずらーっとこう並んでるんですよ。うん、こちらの方も、先月の終わりにあの保存会の皆さん、そしてこの地域の老人会の皆さん8人で取り付けたんですよね。はい、これ大変だったんじゃないですか。そうですね、だけどもやっぱり桜も立派に咲いておりますから、はいはい、やっぱり桜にはぼんぼりが必要ですので。なるほど、はい、であの今年はあのこの全部のぼんぼりが灯されるわけじゃないんですよね、実は。はい、あの災害の関係で電気の会社が忙しいんで復旧作業で忙しいということで、申し訳ないんですけども、道路際とこちらの上りのホーム、夕方6時から、夜の、最終列車が10時22分ですから、10時半まで電気がつきます。はい、いやまたこれぼんぼりに照らされるとねまたひときわ綺麗ですからね、本当に楽しみなんですけども、あの皆さんにどのように桜を楽しんでもらいたいですか。やはり桜を見て、能登全域が元気になって一歩一歩進んでいきたいと思いますので、はい、本当そうですよね。たくさんの皆さんがこちらの桜を見て元気を出してほしいですよね。はい、さあそしてあのこちら今日ですねお花見といえば欠かせないものありますよね。実はお持ちいただきました、駅のすぐそばで民宿営む達也の、藤本さんです。どうもよろしくお願いします。さあ今日お花見にぴったりのものといえば何でしょう。はい、花見弁当を用意しました。弁当、いやいや美味しそう。いや何でもこちらの能登の食材をねたっぷり使ったお弁当ということで、まずこちらおにぎりの方は、はい、穴水さんの能登光に桜の塩漬けを入れて炊きまして、桜の花びらを飾りました。この上にちょこんって乗ってるねこの桜の花びら可愛いですね。さあそしてこの椎茸の方は、原木椎茸の能登手まりをバターソテーにしました。能登手まりですか。いや香りもいいですからね。そしてこちらお魚の、はい、お魚のフライも入れました。いや本当にねこの元気にね咲く桜と一緒にもう皆さんには能登の味覚を楽しんでほしいですね。さあそしてあの藤本さんの宿ではサップ体験も再開されたということで、先週の土曜日その全線運行再開の時、始発が来る前から皆さん海の上にいらっしゃったんですよね。14人でインストラクターお客様含めサップで海から能登鹿島駅の桜を皆さんで眺めました。でまたこの電車がね、始発がこうホームに入ってきた時皆さんの様子はどうでした。はい、皆さん始発が来てすごく喜んでいただいて、サップの上から大きく手を振りました。はいはい、でまたね能登の海からのこの見る桜もこれ最高ですよね。はい、海から桜を眺められるところはなかなかないので、すごく特別な感じで皆さん本当に喜んでました。さあこちらのサップ体験の方なんですけども、予約はホームページや各予定サイト、予約サイトの方で受け付けていますので、ぜひ皆さんもねこの能登の海から桜楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、さあということでね、地震で被害のあったこのホームにも皆さんの努力によってねもう桜もありますし、このホームの下の方にはこの地元の方がこう季節のお花をねこう実は植えてるんですよね。うんうん、桜娘図という地元の皆さんが植えてまして、この地震の被害のあったこのホームで桜そしてお花がもうね彩られていますので、ぜひ皆さん今年の春ねこの綺麗な桜を見てまたねこの景色楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日は能登鹿島駅から中継をお伝えしました。ありがとうございました。豊さんすいません、藤本さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はいはい、お弁当の予約、はい、結構入ってきてますか。あ、どうですか今お弁当のお花見弁当の予約っていうのは今現在入ってますか。予約ははい、たくさんいただいていて、
で予約がなくてももちろん買えるんですけれど、なくなり次第終了です、うん、なるほどね。じゃあなるべくまあ予約をしてから、うん、達也さんによってこちらに来るとまたいいかもしれませんね、うん、ありがとうございます、はい、ぜひお待ちしております。はい、いやもうお弁当も本当に美味しそうでしたし、桜ももちろんなんですけど、ああやってこう沿線にお花も植えられていて、下を見ても綺麗だし顔を上げても見とれちゃうみたいな、本当に素晴らしい景色ですよね。いかがですか、前さん。いやね、あの桜っていうのはね、本当にあの新たなね、この4月でスタートする人たちのね、この象徴的なもんじゃないですか。そうですね、うん、だからさらにね、前へ進もうという思いを持つ人が多くなるんじゃないですかね。そうですね、うん、人間だけじゃなく桜も耐えて花開いたんだよっていうのを、うん、なんか聞くだけで背中押されるような、そんな気持ちになりましたね。サップからのいいね。いやすごい感動しましたね、挑戦してみたいですね、サップにも、ね、はい。